おはようございます。8月12日金曜日です。本日の水揚げ状況は結構いいんじゃないでしょうかね。もうすでに半分以上は埋まってますんでね、割とあるんじゃないでしょうか。行きましょう。はい、見ていきましょう。はい、活量もまあまあありそうですね。何があるかはまだ分かりませんが、とりあえずは今調子のいい車エビです。はい、こちらアコウですね。まあ結構まあまあの方、こちらいろいろありますね。バール。本当はね、たくさんあればいいんですけどね。カサゴ。こちらは結構3キロぐらいのいいタイですね。これね、タイも今日はどのぐらい出てくるか分かりませんが、そんなに多くなさそうなんでね。おまけに週末でお盆、まあ、相当な値段がつくんじゃないかと思います。こちらはこっちですね。これいい方ですね。大きい。大きなポチ。はい、競り場ですが、結構ね、今6分目、7分目近くまで出荷されてますね。いい感じじゃないでしょうか。まあ、小物をね、買い揃えるのも大体今日までですからね。明日もね、一番あるんですけど、まあ土曜日はね、お盆休みの間営業されるまあスーパーさんとかね、まあ個人商店もそうですけど、営業されるところがね、少しストック用として買い足す程度ですから、まあ実質今日の方が会話多いんじゃないでしょうかね。今日の方がちょっと相場が気になります。まあおまけにね、今日今雨降ってますんでね、皆さん今日は多分一生懸命買われると思います。はい、送りのにですが、まあだいたい今日も週末なんで、ほぼほぼ注文の品を持って帰ってるっていう感じですね。余分なには少ないかなっていう感じです。クラビンですね。黒サバフグ、
リーダチ。はい、下野スキリンです。おはようございます。おはようございます。はい、じゃあ改めて下野を見ていきましょう。おはようございます。シジミか。あ、まあでもそれほどでもないか。うん、ワタリガニ。うん、まあまあかな。小物は今日もいいですね。現物ジャコ。地味の店だ。でかいですね。まあこれ今更なんですけどね、この一番の黄色い箱がだいたい60センチ弱ぐらい、55センチだったかな確か。箱のサイズが縦が55センチですから、こうやってきっちり合わすとこのタイがだいたい70センチぐらい、70センチオーバーかな、あるっていう風に見ていただければねいいと思います。箱が55センチ、こんな感じです。これまた大きなマナガツオですね。でかい。ほぼほぼ尻尾の先が、鼻面から尻尾の先までが箱いっぱいですから、まあ約55センチあるってことですね。大きいね、立派なマナガツオ。これはすごいや。こちらは赤エイですね。はい、電池もちらほらと上がってますね。いいサイズ。はい、こんな感じで約ここは8分目ぐらいまで上がってきてますね。
お隣も7分目8分目ぐらいまで、まあ今日はおそらく大量なんじゃないでしょうかね。ヘダイですね。今日はあのヘダイの山は見られませんのでね、上がってないみたいですね。本当にこの時期だけね、いい海してます。今日はパラパラと上がってますね。こちらにも大きなマナガツオが、これは目方してくれてますね、書いてあります。 2.9 キロ、これで 2.9 キロ。先ほどのはもう尻尾がカンカンいっぱいまでついてましたから、もっとあれは3キロの以上あるってことですね。あーでもそれでも立派なマナガツオです。でかい、これ真っ赤っかやな。なそうですね。これは高いでしょうね今日は。あいいね、また今日は素晴らしい値段がつきそうです。少ないからね。はい、中ギス大ギスですね。あいいね、本当に本当にうまそう、まん丸、めちゃくちゃいいですよね今キスゴが。いいね、いいキスです。はい、ここはもうほぼほぼ後ろまで9割方埋まってますね。まあただやっぱり小物が多いですね。ほら元気げ大暴れじゃん。大暴れ、はい、元気が気持ちげえね、元気げーとね。はい、こちらはこんな感じ、ほぼ8割、ほぼ
こおそらくタコが出てくるんじゃないかな。タコもね、今日ちょっと頑張って狙ってみたいと思いますけど、まあ多分おそらくいい値がすると思いますよ。カニが脱出してますね。ここにも、あ、このカニは分からんね。多分向こうかな。分からんから触らず置いておきましょう。はいって感じで、またねちょっと朝一とは少し増えましたね。まあ約8分目ぐらいまでは埋まってますんで、まあ大量と言っていいんでしょうね今日はね。まあそれにしてもちょっとね同じものが多いすぎるっていう感じかな。おはよう。すごいね、大量や。大量じゃ本当。これはこうよう取れてますね。しかも A サイズでかいね。あのアコもこれいいね。あまあ買えたらこの刺身でも作りますか。鶏身だね。ちょっと思ったほどやないから。これも大きいね。大きいけど、ちょっと好みじゃないかな。でかいな。でかいですねこれも。あの2キロ以上は超えてますね。気を取ってます。はい、天然ヒラメも出てきましたね。結構でかいですよ。これもでかいね。わあ、これは5キロ近くあるんじゃないでしょうかね。でかいね。80センチ。はい、あこれはすごい。本当にすごい。厚みもすごいです。おそらく素晴らしい値段すると思います。これもいいね。2番目も、2番目っていうかこれもほぼ同じぐらいありますね。厚みもあるし、でかい。あこれもいいね。まあちょっと無理かもしれませんけど狙ってみましょう。どれもよう超えてますね。はい、タイもね少しだけ出てきましたね。そんなに多くないですね。ありがとうございます。あこれはいいね。あ入らんかった。3.3キロちょっとぐらいあるのかな。はい、こちらにも少し出てきましたね。どれか買えればいいんですけどね。結構値がするでしょうねやっぱ。はい、競り始まります。頑張ってね見たいと思いますが、あ厳しいでしょうね。一気にね相場上がってきてますんでね。はい、1枚5、はい、これ1枚、はい、4、5、あでも飛ばしてますよ、4、5、はい、9、はい、4000、あでも飛ばしてますよ、はい、1番、サブロフ、はい、1つ、はい、これ2パー、あーでも飛ばして800から5パー、はい、26、はい、10、はい、タイガースのムツガースラースカイも6000、はい、5、5、はい、5000、はい、310番、5000、はい、310番、はい、これアッコ行くよ。はい、これはアッコ、はい、スラ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 、どれでもいいです。はい、これはそしてもうスラ1万1000、はい、これはい、スラ4000、はい、3310番3000、はい、これ5、5、あー、なんか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 、
はい、4号なら108番です。はい、102です。2つ。はい、2つ、2つ。はい、周り102です。はい、丸木の4も2つ。はい、これ、スタート。はい、6000。はい、5号。はい、5号。5号3。はい、周り300。はい、僕ら見てなかった。ごめんなさい。はい、1つ。はい、53。これで上で、はい、1番、はい、2号、はい、300、はい、小山、はい、305、2000、はい、1つ、周りが丸木の11番、あ、はい、それどうやった、はい、5号、2000、はい、308の3番、はい、308の3番、はい、2つ、はい、2つ、レベル0、はい、2つ、はい、周り90、はい、そうそう、はい、ボラが2番5、爪がついちゃった、怖っ。いますよ。はい、今日は耐え年1枚だけなんとかね買いましたね。でもね、これが一番超えてたと思います。よしよし、とりあえずゲットできてよかったです。あ、すごいですね。そう、はい、あとはアコー、まあまあですね、まあでも1キロぐらいかな。アコーとメバルもろもろ色ですね。これはもう上がります。ゲットできました。はい、これ連中5、はい、5号、あ、でかしくっちゃ、3号、はい、5000、もう3球、はい、一番みなか、はい、3球、はい、おじさんにやつ、さあ3球、はい、310、向こうちょうだい、はい、はい、一つ、池田選手38までんか、はい、まるみなGeno Santana, look at me! I 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 look
円が、400円が、300円が、200円ならマルキーナダン、200円がどっかマルキーナダン、タコが3、アドカタコイとカンガードカイ1番3、アドカイ1番2、3、アドカイ1番4、3、アドカイ1番4、1000円が5000円、アドカイ1番5000円、ガワリカイ1番5000円が4000円、アドカイ1番3000、アドカイ2番、1番3000円がどっか1回、ガワリカイ1番3000円、アドカイ1番3000円がどっか1回、310万が、いいかいいか、1回、ガワリカードカー、最高の4番、1200円が回る黄色10枚1回、
出口が1000円。アドカ500円のアドカマルキーノな、500円のアドカマルキーノな、マルキーノラマンが1000、マルキーノラマンが1000、現物のアドカ1000、アドカ1000、アドカ500円のアドカマルキーノな、マルキーノラマンが1000、マルキーノラマンがアドカ2000、イカがアドカ1000、アドカ1000、アドカ800円が600円が1000、アドカ400円が300円が200円、100円が2000、100円がアドカ1300円が1000、アドカ指数号が2とか、アドカ5000、アドカ5000円か、アドカ4番、アドカ4、アドカ4号のカエカ43、アドカ43、アドカ10番、160番が2枚、ラバーにカードカ43、アドカ43、4にマルキード10番、マギーの10番が1枚、ラバーにカ43、アドカ4000円か、アドカ船長の4番、船長の4番も1枚、ラバーにカードカ43、アドカ4000円か、アドカ3回の船長、えいこだよ。320番のアドカ1枚、マリー120番。アドカ4000円のアドカ2杯、ハワリカ4000円の4000、アドカ4039、アドカ39のアドカ39、39がアドカ1杯、ハワリカアドカ39、3杯、アドカ3杯、アドカ1杯、36のアドカ海の1杯、海の3のアドカ1杯、ハワリカアドカ3杯、アドカ3500円が9番が1000、9番がアドカ5杯、アニが1缶のアドカ2の、アドカ2000の券のアドカ3000、アドカ3000円、アドカ3000円、3000円のアドカ、マルキノル缶、マルキノル缶のアドカ1杯、タコが3、アドカタコ1缶のアドカ4000、アドカ4000円、アドカ3番、アドカ3533、アドカ32のカエカ3000、アドカ3000円、アドカ2のマルキノル缶、2000の券のアドカ、マルキノル缶、マルキノル缶の1杯、はやてっちゃん、おはようございます。おはようございます。どこにいる？萩の赤ウニ入ってます。綺麗ですね。まあ、粒はねそこまで大きくないんですけど、まあその代わり値段が大きいからいいんじゃないでしょうか。はい、まあ綺麗なのがね入ってよかったです。はい、競りもねそろそろもう終わりそうなんでね、私も戻って頑張りたいと思います。はい、金曜日水揚げ時代はね多かったですね。漁さんもね昨日はまあある程度天気も良かったんで結構出られてましたね。まあそれにしてもね多い割にはねもうめちゃくちゃやっぱお盆相場ですね。すんごい相場してました。
まあ安いもんはね、小物なんかはまあかなり逆に底値の方なんですけどね、それ以外のものヒレモンなんかもめちゃくちゃ高かったですね。いや参りました。でもね、まあとりあえずはね一通り買えましたんで良かったと思います。はい、さあ週末になってきましたよ。今日も金曜日、今日も一日しっかり頑張っていきましょう。さあやるぞ。はい、それではね戻って頑張りたいと思います。はい、金曜日多かったですね、大量でしたね。まあそれにしてもねまあすごかったですね。毎年思いますけどね、年末お盆、やっぱ需要がね高まる時のやっぱ相場っていうのはね、もう青天井ですね。どこまで上がるんだろうっていうような感じでしたけどね。まあ特にやっぱりね、ヒレモノ、タイ、ヒラメ、スズキ、コチ、今こちらで取れる白身なんかはね、やっぱすんごい値段でしたね。まあ普段の本当に倍から3倍ぐらい。タコなんかでもそうでしたね。タコはねもうこぞってがみんな狙いますんでね。素晴らしい値段ですね。一体いくらになるんでしょうかねすごいお盆価格です。はい、逆にねもう需要が少なくなる小物なんかはね、逆に底値になってましたけどね。このギャップがまた面白いですよね。徹底的に安いものと徹底的に高いものと中間が全くないですよねまああとイカとかもね、当然やっぱお刺身関係にまつわるものっていうのはやっぱ上がりますね、お盆はね。まあ特にね今年はあんまり、まあとりあえずはね規制がないんで、まあ帰ってくる家族が帰ってくるってこともね多々あるんかもしれませんけど、まあ結構今までのお盆よりは需要があるみたいですね。まあそれがゆえにね引き合いもやっぱ強いですからね、もう、まあやっぱ相場が上がるのは仕方ないかなってことですね。はい、ということで、はい、金曜日まだね一番ももう一日ありますんでね、はい、明日も頑張ってみたいと思います。とりあえずは今日一日をしっかり頑張っていきましょう。はい、お店到着です。さあ金曜日、今日もね注文たくさんいただいてますんで頑張って作っていきたいと思います。はい、明日まで営業ですね。明後日からちょっと3連休に入ります。すいません、とりあえずは今日ウニを落としそうで怖いですねよいしょよいしょ。はい、おはようございます。おはようございますはい、今日も頑張っていきましょう。